あ、これか。日本体育ピンク、これだ。あ、座れそうです。トイレ行こうか。さあ、やってきましたね。ミノオタ。田舎虫ですね。今乗ってくれたやつはもうそのまま折り返して、車庫に入ってたらしいですけど。で、こっちの方にね、キハ26キロが止まってますね。まあ通勤電車ね。普通電車はこっちかね。よく見るやつですけどね。で、15分ぐらい時間があるから、これ、ちょっと駅舎の方だけ見ていこうかな。そうですね、9時5分の立ち見行き。帰り線はね、この大田と、大、大添い、すごいと、この大井で、合わせて帰り線ですね。いや、とにかくね、ここはもう、自動車王国なんで、音がね、感染入っちゃうから。よいしょ。こんな感じだね。結構広い駅なんですね。2面4線に、あ、で、こっち側に長良川鉄道があるんだ。あそこみたいですね。近江鉄道みたいな感じで、こっち側に分かれてあるんですね。長良川鉄道に来るにはちょうどいいですね。海の城とかね。例えば海の城とかいうのは駅だけ行きましたね。山田駅もあるし、一回また行きたいところですね。今日は、あ、ちなみに、紹介書忘れてましたけど、この前はね、あ、ちょうど、あ、ここが先の券売機あるんだ。これがね、あるところは、あの、やつで使えるでいいなって言ったんですけど、あの、亀山駅はね、ないよねっていうので、どうしたらいいのかなっていうので、一応確認したら、駅員さん確認したら、やっぱあの、切符売り場、この緑の券売機、あの、友人の売り場のところで発券をしてくれるらしいです。ただ、その発券するときに、あの、やっぱクレジットカードは、あの、持ってないとダメらしいんで、あの、クレジットカードで、その、認証して、その、発券するらしいんで、それだけ忘れずに、あの、クレジットカードの、カードだけ、その、決済が終わっても必ず、あの、お持ちくださいという、案内でしたね。なるほどなと。だから、基本的に必要なものは一緒ですね。券売機でやる場合も、友人の会社の場合も。ただ、友人の場合は、そこ6時からなんでね、それだけちょっと気をつけないといけないのかな、ってことですね。で、ここから先ね、今、美濃本まで来たから、ここから、立ち見の方に、行く感じですね。あのまま、裏側の方で待っとけばいいみたいですし、駅前は、なんかいろいろと、ありそうってありそうですね。うん。なるほどな。まあ、まだ朝も早いし、一気に、立ち見まで出ちゃいましょう。キオスクで。15分。9時5分やから、だからね。冬ですね。好きやもんね。
僕は。あ、でも、朝飯食いそうなとこあったら食っといてもいいか。重たいも本数ありますもんね、食ったらさっき。30分おきにはあるみたいやから。あ、入ってきた。重たい、いや。さっきの頑張った。あれか。飛び返してきたのかな？駅前はこんな感じなんですね。観光案内所なんかもあるし。あ、もうちょうど開くかなぐらいの時間です。あなたのスマホがラジオになります。新松。レディモト、FM プラプラ。あ、来週だったんだ。へえ。え、こっちの方は。こんな感じになってるんですね。んそれで貼ったけど。なるほどな。パッと、まあなんか思ったより、パッと見てコンビニとかが殺到はなさそうですね。うん、なるほどな。あ、でもルートインなんかはあるんですね、駅前に。まあ、こんな感じですね。ここから大田線もこっちの方に行くんですね。なるほどな。はははは。そうですね。中小業施設はいろいろとありそうですけど、そういう感じだね。よし、よし。だ。だ。よいしょ。あ、自分行きは9時発なんか。3番線の、あ、こっちですね。あ、すいません。いや、いい音だ。雲で来てるのかな。あ、さっきの列車はまだここに止まってたな。さっきのはまた別の味だったんだ。あ、来た。いいっすね。これの乗り越しだと、ね、キハ25系だとあのロングシートなんですけど、どうだと。快速ビールとかにもね、使われてる。有料料金で取る。昔はなんなら、急行運行にも当たってたね、シートですからね。まあ、そこから急行でこの転換するシートは、多くてなりそうですけど。まあ、これ終点、立ち踏まれ、行きましょう。なかなか使う。Yeah.